はい何でしょう、はい、短期合格するために勉強するポイントを知りたい、なるほど、それはもう短期合格するためのテクニックというのはたくさんあるし、えー、注意しなければいけないこともたくさんあります、それは私あの、えー、すぐに結果が出る勉強メソッドという本を書いてますから、ぜひそちら読んでいただければ分かりますので、ぜひ読んでください。んあ知りたい少しでも あのそうですね、じゃあ、言だけえ、いろんなテクニックありますけど、まあ、本質を一つ言えば、とにかくしっかり暗記する。 記憶すすするるととというここを意識しながら勉強することですやっぱり多くの人っていうのはあ理解することは楽しいので例えば講義なんかで理解しましたとああなるほど分かったよなんてなりますがじゃあそれを当日思い出せるレベルで記憶してるかって言ったらなかなかそこまでたどり着いてない方が多いんですねだから講義を聞くそれは皆さん同じように講義を聞きますでそれを記憶するということを意識して勉強してるかどうかです例えばば本試験であれば あその講義で聞いた内容を理解していればいいというのではなくて思い出さなければいけないしかも、えー、試験当日っていうのは択、えー、一問題が70問、えー、午前の部であれば35問午後の部35問で午後の部は気ぃもありますから本当に時間がないその時間のない中で、えー、その知識をパッと思い出せるためには普段から思いい出す練習をしておかなけければいけないんですねだから普段から勉強する時にちゃんと記憶しようってことを意識しているかどうかです。例えば本を 勉強してる時に「なるほどね」って覚えようと、えー、まあ理解して、えー、見て。 勉強するだけではなくて閉じてて思い出せるるかかどうかチェックしてみるよし今のところ思い出してみるぞ1ページぐらい例えばまとめ集であれば過剰書きにされているようなあるいは表とかでなっているものを思い出せるかどうか表を自分で見ないで再現できるかどうか記述問題であればひな形っていうものを書かなければいけませんけれどもこのひなというものを見ないで書けるように勉強していくってことが重要なんですね。ただだ多くのの人っってていうのは思いうはは思出す作業って大変だからそれは 無意識か意識か分かりませんけどやろうとしないんですどうしてもこう本を見て勉強するだから本を卒業する本からの卒業ということを意識してもらうといいのかなというふうに思います本試験でやらなければいけないことは思い出すことなんだから普段から思い出せるように勉強していくですから覚えてないところがあればしっかり覚えるようにしていく それが本質ににななるかなというふうに思いう思ますもっと言うとやっぱり本試験を意識することですねそうすると何をやっていいかが分かると思います。ですから本試験では思い出さなければいけない。 頭から正確ななな知識を引っ張り出さけければいけないんですで私よく言うんですが本試験っていうのは間違い探しと一緒ですあの雑誌の裏にある間違い探しと一緒そうするとその間違い探しって正しい絵と誤ってる絵の違いを3箇所探せみたいな誤ってそういう間違い探しってあるじゃないですかで本試験ってそれと一緒なんです一つの問題の中に誤ってる選択肢が2つあるから5個のうちから選べっていうのは間違い探しと一緒じゃあその雑誌の裏の間違い探しと何が違うのかっていうと正しい絵があった 与えられていないんです。正しい絵を頭の中から引っ張り出して比べなければいけない。あ、これ頭の中の知識と違うよね。これ違うよね。だから意図絵がバツだというふうに導き出さなければいけないわけです。で、これが頭の中から正確に引っ張り出さなければ正誤の判断ができないんですね。で、その絵を見て思い出そうとすると。 向こうだって誘導尋問得意ですからあそうだったかもなんていう,ふうに引っ張られちゃうわけですねだからあ引っ張られる前に頭の中から例を出してここ違うでしょうっていうふうに自分で気づけるかどうかとああいうことになるわけです。ということでえとにかく勉強するときに、うん、記憶ということを意識して勉強してみてくださいそうすると比較的短期でいけるはずです。